AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本春奈です。ということで今日は今日はこっちに書こうかな。携帯だったら持ち歩きやすいからこっちに書こう。1時間半くらい配信できます。この時間万歳。すごい傾いちゃった。嬉しいねみんな。なんか時間が空いて1時間半ぐらい見て、 iPad だったらさ見て、罫線、メモ帳に罫線も引けた。だから今からここに書いていくね。セットリスト1曲目はなんと何だと思いますか？1曲目だけみんなに教えちゃおうかな。1曲目だけ教えちゃいます。じゃあここに今来てくれてる313人にだけ、今日の1曲目は、今日じゃないや、4月29日の1曲目はオーバーチャーです。イエーイ。みんな内緒だよ。ここにいるみんなの内緒だよ。絶対言っちゃダメだからね。内緒でお願いします。ハーピョンが言ったとかも言わないでね。バレたら怒られちゃうから絶対ダメだよ。本当に言わないで、本当に言っちゃ本当に怒られるから。ツイッターで拡散します。言わないで。
みんなの秘密って言ったのに言っちゃうんですか？言わないでくださいよ。ここにいた313人だけの秘密です。もう後から来たこの200人ぐらい、今550人になって、200人ぐらいは知らない。どんまい。最初の時間しか、最初の時間だけ来れた方はラッキー。ハマグリのように固い俺の口を信じてください。ハマグリって固いんだ。やばい、料理しない日のバレる。今はセットリストをメモしてます。なのでもしも画面に映ったら終わり。熱を加えるとカパって開いちゃう。じゃあ全然硬くないじゃん。やわやわじゃないですか。ダメですよそれは。室温で解析中、頑張って。これ絶対今日やんなくていい。いやでもやんないといつやるのってなっちゃうからね。人通った。てかここすごいなんか姿勢悪くなりそう。この高さの机と椅子、なんか机と椅子合ってない。こっちの椅子の方が低い。こっちにしよう。それでもあんま合ってないけど。
さっきよりはあった。だからいいや。書くのと手で打つのどっちが楽なんだろう。てか全員にこうやってセットリスト配ってくれればいいのに。本当に。言ってくれたら代わりに書くよ。やばいやばい。スーさんハートありがとうございます。あ、髪が流出する。確かにその髪を普通にどっかに置いたままねしてたらね。確かに。それこそ言ったメンバーだけとかでもいいから。言ったらくれるのかな。どうなんだろう。もらえそうだけど。今日は聞いてください。最近めっちゃてか今日鼻水とくしゃみやばい。なんか昨日の夜からえ、花粉症ではないと思いますよ。多分そんな。マジ。なんかでも一回アレルギー検査みたいなしてもらいたい。なんか本当に花粉症なのかどうなのかっていうのはね、一回チェックしていただきたい気持ちはありますね。すごい、みんなに花粉症って言われてんのやだ。あなたは橋本環奈さんの親戚ですか？そうやって言ったら売れますかね、今から。そうやって言ったら今から売れますかね。でもなんか親戚なのに可愛くないとか言われたらどうしよう。
カンナさんは千年に一度の逸材なのに、こいつは一秒に一人ぐらい生まれそうなぐらいの顔だなって言われそう。46億年に一人。めっちゃおもろい。公式プロフィールに追記したら売れますかね。どっかのなんか拾ってくれますか、誰か、どっかの事務所。拾ってくれるな。こんにちは。マックミックさん、赤バラありがとうございます。すごいお尻が痛くなってきました。よし、なんかこんな全部書かなくてよかったかも。なんていうの、曲のタイトルを丸々フルで書いて書かなくてよかったかも。例えば例えば何を言ったら一番ネタバレにならない、47の素敵な街へとか47って書くだけでよかったかなって。まあやらないかもしれないですけどね。わかんないですけどね。やらないかもしれないですけどね。やばいよね、最後のさ、なんていうの、エイトの最後のコンサート、その活動休止前最後のコンサートですって言ってんのにさ、47やんないのやばいっすよね。大どんでん返し。逆に
逆に見てみたいそのコンサートみんな何やるか、何やると思いますか？逆に。肩書きはどうなるの？ん？何の肩書きだ？一応チーム B。感じ？そういうこと？違う？そういうことじゃない。合ってる？聞きたいこと。合ってるかな、どうだろう。遊びに来たよ、こんにちは。ありがとう、こんにちは。今日は公演があります、頑張ります。公園入ります、ありがとう。楽しみですね。できるかな。ここもうわかんない。ここなんて書いてある、なんていうとこですか。上手ってどっち？上手、
左と右って言ってよ。こう動いた時にこっちが下手だから、こっちが下手、こう動いた時にこっちが下手だから、こっちが下手だ。はい。演者から見たら左、向かって右、もうむずいですよね。本当に。なんかやばいですよね。でも9年、10年、10年経って上司も未だに分かんない。マジで分かんない。なんかもう上司も、いや使いますよ、めっちゃ私たちもね、私たちも使いますよ上司も。ただわかんないんだもん。はじめまして、今日公演キャンセル待ち、70番台行って入れない。どうですか皆さん皆さんどうですかね。キャン待ち70番台って入れます？どんな感じですか。大概で行けると見た。入れる時もある。大概ってどういうこと？なんかむずい。抽選なしってことですよね。あ、入れるか入れないか、トントン、トン、いや7、3割ぐらいって感じ。天候で電車が動かない。いやもう絶対行ける、絶対動くもん。
か、めっちゃめっちゃあれ、めっちゃのダイヤがうんちゃらかんちゃらみたいなになって大幅でも基本そんなことないですよね。まあ次の B 公演も出るからさ、お前いすぎだよって思われるかもしんないけど、気づいたらいるんですなんか気づいたら名前が書いてあるんです。ごめんなさい。ヒョンズ以外の皆さんすいません。ヒョンズは嬉しいと思うけど、申し込んだ枠？なるほどね。一般で申し込んだかに、あの柱で申し込んだかとかってこと？何で申し込んだかってことになるのか。そうね、あの本当あれによりますね。もう出るこなんていうの、公演による。マジ私の生誕の時はキャン待ちゼロだったらしい。すごない？だから本当公演によりきりだと思います。キャンセル云々の話は。マジあの時はみんなありがとうって感じ。バージョンRさんハートありがとうございます。ありがとう。感想 T メロ、かゆい足。
いや本当本当に、いや多分あれはマジで、でもまあピョンズはもうね本当ありがとうって気持ちだし、それ以外の方もなんか普通に、いや橋本の生誕申し込むだけ申し込んでキャンセルしてやろうみたいな意地悪な人がいなかったからです、ありがとうございます、キャン待ちってほんと増えるたび嫌になりそう。よし、全然書き終わってない立ち位置、もうこの曲は終わった。パンダさんハートありがとうございます。まあもう全体のコンサートってなるとね本当にね、もうなんか番号がなんかもう莫大な量みたいな感じです。当日券、え昔さなんかさ8の公演かなんかさ当日券やってましたよね、なんか小中学生限定みたいな。なんかの人いるかな、泣こうじゃないかあの時かな、なんか刀剣やってたんですよ。そう、そうやってた。立ち位置って自分で書くんだ。ね、頭に入ってる人とか、もう資料をすぐにバンって出せる人とかはそれでいいんだけど、私はやっぱ無理すぎて何年やっても無理。うん、だから別に書かなくてもいい人は書かないし、立ち位置っていうかもうほんとなんかそれこそ選抜に入ってる人とかはなんか基本なんか選抜は選抜でやるじゃないですか。で花道とかに行ったりとかした時になんかもう番号が意味わかんないぐらいの莫大な量になって、でそのレッスン上ではやっぱ立てないんですよ、実寸じゃないんで。実際レッスン上ほんと10番立てるか立てない、もう9番立てるか立てないかぐらいなんですね。でなんか本当ありがたいことに広い会場でコンサートさせていただける機会っていうのは本当にまああることがまずありがたいんですけど、その時に
本当に絶対に番号に立てないので、前回何番14番とか 10.5 とか、そう武道館の時は立ってたんですけど、私そう 10.5 とか14とかが多かったんですけど、そこら辺の時ももう立てないからさ、そう、もうその私よりももっと上手のメンバーとかもっと下手のメンバーとかがいたから、そうだからもうキュッてみんなでなっているんですよ。そうレッスン中はね、そうだからなんか選抜のみんなはだいたいそのフォーメーションが立ち位置決まってるからそこで踊れるんですけど、そうじゃないともう立てないので書かないと覚えれない、本当に。全然関係ない、なんか曲とかじゃない、もう私の作曲のメロディーで歌ってます今すいません。これ紙手下手どっち、こっちは紙手、今歌いそうになっちゃって今歌いそうになっちゃって、あやばいと思って、違う曲を歌うことで私の頭をリセットさせました。アーターさん、ハートありがとうございます。でむず、何これ、いつ移動すんだっけ。ああ、作曲はできない、作詞も作曲もできないですよ。うわ無理、計算しなきゃいけない、あこっから計算すればいいのか、はい計算できました。でもなんか今回の演出書いてくださってる先生はすごい、もうすっごい段取りがめっちゃいい本当に、うん、めっちゃ多分 AKB のその今回やる曲の振りをすごい見てきてくださったんだなっていうのがすごいわかるのがすごいありがたい。そうめっちゃ段取りいいです、最高。ありがたい。
せっかくさメモ帳買ったのに100均で買わなくてよかったじゃん。 iPad に結局書いてるんだったら。なんだよ買わなくてよかったじゃんか。なんだよ。今日は公園なのでご飯を食べてはいけません。でもお腹空いてない。あ、でもさっきおにぎり食べた。そう、この時間はいいんです、まだ。でも公園前には食べれない。でもお腹空いてないから大丈夫。でも一応持ってますよ、食べれるものは、もしもの時に、もしもの時に食べれるものは一応持ってます。お腹空いちゃうんで絶対。本イントロで移動。え、今お腹全然マジで空いてない。びっくりするぐらい空いてなくて、ありがたいことに。そう、さっきおにぎり食べたからっていうのは絶対でかい。何番なんだろう。オンナンバーか。ボーナスタイム、ドボンドボン、ボーナスタイムだね今。なんかでもほんといろんな曲をさ、それこそ8でやってるけどさ、やっぱなんかもうこれで活動休止なんだなって思っちゃう。寂しい。めっちゃ寂しい。エイトコンって円盤化しないのかな、どうなんですかね。映像倉庫にある？
なんかでもあれですよね、峯岸さんの卒業コンサートもうなんか峯岸さんが前テレビのなんかネタにしてたけど、なんか円盤化収益が見込めないから円盤化しないみたいなそうで峯岸さんが前なんかネタにしてました。あ、エイトの日横浜おしゃれ祭りキューティーパーティーコンサートダイジェストか、ダイジェストなんだ、ダイジェストとメイキングが入ってますね映像倉庫に。リップグロス、え、リップグロス入ってんじゃん、 VR じゃないやつが入ってるってこと、え、見たい見たい、普通に見たい、めっちゃ普通に見たい。ドボーンまだ入んないのかな、どうだろうね、2周年ライブ。茨城と熊本は入ってんだよな。あ、峯岸さんのコンサートあれに入ってるじゃん、そうだ映像倉庫には入ってます、よかった、出てるんで見てください。あとチーム8全国ツアーファイナルも出てるんで見てください、映像倉庫でぜひ。ランキングとか見れるのやば。1位エイトの日おしゃれ祭りキューティーパーティーダイジェストだよ、わーい。2位が久しぶりのリップグロス発売記念コンサート武道館、3位がなんかハマとズンちゃんのメンバーリレーラジオ、4位がリップグロスの武道館の多分あれですね、リクアワの方かな。おもろい、ランキング見れるじゃん。やばい、全然それじゃないんだよ今やること、間違えた。サビ1はあれ、こっちが神手、え、むずい、待って、どっちが神手、こうなった時にこっちが神手、わ、全部間違えてる、待ってる、私今ここ間違えたんだ、じゃあこっちがあれ、こっち上手だよね、でこっちも上手、え、なんか向き変わったら分かんない、待って、こっちは下手上手、こっちは上手、ど、あ、上手だむずい、向き変わったら分かんなくなる、一気に、どこでいいの？
ウトロじゃないや、感想。ちょっとせめてここまで書き終わりたい。このここまで頑張る。あと1曲と半分ぐらい書き終わりたい。TVerにやってみっちゃの新作来ました。うわやべ、見なきゃ。いつ見る？明日の夜。もう一個新作じゃない方、マジックの方、いつ終わるんだろう。あれマジックはまだ1週間以上あります。今日何日？今日10日？わかんないんだよね、この後のなりがね、ちょっとね。だからいやでも明日、いや明日じゃないか。1週間以上あるってことは18以降もいけるかな。17、18、いやちょっと見れるときに見たいですよね。なんだ、何の話、何をしてた。落ちサビ、ラスサビ、今日見に行きます。え、嬉しい。抽選どうだろうね、楽しみだね。抽選ピョンズどんぐらい今日来るんだろう。今日来るよって人どんぐらいいます。よし終わった。とりあえずここまで書き終わった。いや嘘、あと1曲、あと1曲はすぐ書き終わりそう。今日行きますって人、はーいってぜひ。多分ね、お仕事中、今お仕事中だよって人もいるかもしれないから、まあ、休憩、もう12時だから休憩に入ってる人もいそう。すぐ書き終わります、これ、この曲。やった何でいいの？赤。あれ3人しかいない今日来る人。嘘でしょ、ピョンズ3人か。分かった、もう全力でレッスン送るわ3人に。まあ私多分お仕事行ってる方がね、まあ230人ぐらいピョンズだとしたら、まあ233人ピョンズなので、はい、よかったよかった。よし。
この分厚い紙たちは書き終わった。書き終わった紙たち。もうこの子たちはもうありがとう。でこれはまだ立ち位置表は来てたっけな。レッスンはしてないけど立ち位置表はもしかしたら来ているかもしれない、かもしれない、わからない。こんにちは。うー来てる先生、仕事早、ありがたい。今ってメイクしてますか？してない。でも今日ねちょっとコンディション良さげ。てかあのさっき言ったっけ、なんか最近水分を、まあ、お水をね、まあ、今お茶なんですけど、ちょっと今日はちょっとあったかい、なんか朝ちょっと冷えてたのであったかいもの飲みたくて。コンビニで買ったんですけど、あのお水をよく飲むようになったら、そうなんか肌の治安がめっちゃ良くて、なんかねいいです。もともと悪い方じゃないんですよ、そんなに。私ありがたいことにね、もともとそんなめっちゃ悪いほど悪い方ではないので、元からいい感じではあるんですけど、最近よりいいなって思いました。だからマジ水を飲むこと、まあ、水分を取る、まず水分を普通に取ることで、まあそれが水であればなおよしみたいな感じ。そうでもジュース飲みたい時だってやっぱあるじゃん、その時はもうジュース飲もう。うん、そう。てか基本的にレッスン上にお水を置いといていただけるのが本当にありがたいんですよ。なのでお水も飲みつつお茶も飲みつつどっちも飲んでます。今日はどっちも飲んでます。ここはまだあれないですよね。この曲の全体位置もまだなくて、よし、とりあえず29日のオープニングブロックというか立ち位置が来てる分は1曲以外書き、あ、2曲以外書き終わりました。パンダさんハートありがとうございます。もう今日ファンデーションなしで公演出ようかな。私下地だけ、下地とクマ隠しだけで公演出ちゃおうかな。
色白さんはとにかく保湿が大事って言ってましたなんて。そうなんですよね、私はとても乾燥肌なので保湿しなきゃなと思いますけど、昔コメントせずお肌だけ見惚れてたことがあります。やばいやばい、最高にやばい。なんかあと20分ぐらいしたら一回配信切ってどっか行かなきゃじゃないんですけど、ちょっと行かなきゃいけないんですけど、マジ秒で終わるの、それ。そう、秒で終わるんです。え、絶対もうめっちゃ巻きで終わるから、それ終わったら配信するか、ちょっとこの後の振りを起こした方がいいんだけど、ちょっと気持ち次第、配信するか振り起こすか気分次第です。オッケー。絶対負ける、負けで終われる、そう信じてる。よし、やばいね、プラス8コンの ピアってひらがなだよね。ピアアリーナもあれですか？あの、ピアアリーナもネーミングライツですか？あのバンテリンドームみたいな感じ？もしや、もしやチケットピアとかありますよね。あ、違うの？え、じゃあどっからピアって来たんだろうどっからピアって来たんだろう。チケットピアが運営してるんじゃない、運営会社がピアってことはそういうこと？違うの？それは違うんですか？あ、むずいむずい、全然むずい、やめて。活動休止コンセットリスト、MM はみなとみらい、チケットピアの所有物、
じゃあネーミングライツとはまた別ってことか。戻った？復活？お、復活したっぽい。携帯熱くなっちゃってた。充電しながら配信してたから。一瞬クルクルして真っ暗になりましたごめん。帰り自分の不都合だと思っちゃった。なんか一気になんかゼロ、このここになんか配信の M ん KBPS みたいなあるんですよ。なんか発信のネットワークの容量みたいなやつあるんですけど、それが一気になんか10ゼロになって、そうびっくりした。お騒がせいたしました。ごめん、私のせいかもわっしょい。そうかもわっしょいやばい、テンション崩壊してる。遊びに来たよ、こんにちは。お昼ですか？この曲歌うんだやばい、セットリスト書き出してこの曲歌うって知る。まださ、あれしてない。
リハしてない曲だからさ、私も出ますよ、出る曲だけど、まだリハしてない曲だから今知ったそう、ピアーリーナの話、そう、ピアーリーナの話だよ。せっかくのね、最後の活動休止前、ラストのエイトコンなので、ちゃんとフルで全曲書こう。え、そうなんですよね、ヒカルン今日とか公演出れたよね、絶対無理だったのかな、マジで今日とか絶対出れたやん。最後絶対出すべきでしょ。せっかくのね、浜もこの間 K 公演ラストでしたってストーリー見たけど、あれセナタンってマホちゃんのとこ覚えてますよね、マホちゃんクルルンのとこ、覚えてますよね。だからなぎちゃんが今舞台稽古中期間、まだもうちょっとで舞台あるじゃないですか、だからなんかすごいわたわたみたいな感じらしかって、今日やばいかもみたいな言ってて、そうさっき落ちちゃった、あよいしょ、そう今日やばいかもみたいな話してたんですけど、え、じゃあセナタンのとこ光るんでて、なぎちゃんのとこくるちゃん出て、なんか舞台の稽古中だったからこれまでなぎちゃん B 公演出れなかったみたいな話してたんですよ。あ、やばい時間、もう私ちょっと行かなきゃ。そうで、なんか今日全然踊れないかもしれない、頑張るねみたいな話してて、え、それでよかったじゃん。ただでさえさ、舞台やってさ、公演3公演って、コンサート3公演って大変そう。そしたらみんなウィン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 じゃない、赤ちゃんも出れて、まあでも最後のね卒業公演にね、ちょっと
全身全霊今かけてるんで、あの子はそう大変にさせるのかって感じですけど、もしも私が言ってることをやるってなったら、でももし私だったら、せっかく B に兼任したんだから最後出たかったなって思うかもしれないなと思って、やばい、もうそろ行かなきゃ、なんか大人たちの笑い声が聞こえる、すぐ終わるので終わってまあちょっと何するか、振り起こしをするのか、ちょっと配信するのか気分によってなんですけど、ありがとう、この時間に急に始めたのに見てくれてみんな、そして私のカキカキ配信だったのに、私のなんかたわいのない話をさせていただいたのに、みんな真剣に見てくれてありがとうございました。場所自体は撮ってあるので、あの全然配信もまたやろうと思えばできるんですよ。なのでまたもしかしたらするかもしれないし、もしかしたらしないかもしれないし、わからないんですけど、行ってきます。それではランキング読みます。ちょうど5000人いったし、1位パンダさん、2位ちょっと待って、2位にゃこさん、3位伊藤さん、4位バージョン R さん、5位ズーデスさん、6位赤花のソルティさん、7位すみちゃん、8位山内さん、9位月見そばさん、10位ふなえもんさん、11位まことさん、12位バードさん、13位つっちーさん、ありがとう。そしておじぞらけいと88位はドゥドゥドゥズーしみさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。急に始めたのに来てくれてみんな本当に優しい、私のカキカキ配信を見てくれてありがとう、本当に優しい、こんなに優しいファンの方のことをもっと笑顔にできる、そんなアイドルになれるように頑張りますね。ごめんなさい、行きます。間違えた、キャッチフレーズ、はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます、ありがとう。今日も自慢のルビットジャンプで5261人、昼からこんなに来てくれて本当にありがとう。5261人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンことアジオタルナでした。それではちょっと行ってきます。またまたねバイバイ、ありがとう。病だよって言ったら本当に病だった、めっちゃウケる。すぐだった、固まってる、めっちゃ病だった。なんか気まずい、病すぎて。良すぎて気まずい。さっきのカキカキの続きします。次は選抜入れますようにだって、ありがとう、嬉しいこと言ってくれて、でもまだまだ厳しいんだなって思うよ。
頑張ってください。頑張ります。どうしたらいいのかわからないけれど頑張ります。なんか現にさ、あと選抜までどれくらいのなのかとか知りたいよね。そう、次にじゃあ選抜に選ばれるかもしれないかもしれないみたいな、ボーダーラインみたいな、なんかからそこからあとどれだけ離れてるのか。あとこれ頑張ったらあなたは選抜に、まあそういう基準もないからかもしれないけれども、あと選抜まで何人みたいな。そう、それが分かんないからどうしたらいいのかが分からない。それが分かったらみんな選抜に入れる。いやでもそれが分かっても選抜になんか入るためにそこを頑張る人と頑張らない人がいるわけじゃないですか。頑張ろうって思う人と頑張、いや自分は頑張れないなって思う人と、だからみんなそれが分かったらみんな入れるわけではないと思います。はい、それが分かっても入れない、そこに頑張るぞっていう気持ちがない人は入れないと思うし、別に選抜だけがこの AKB にいる意味じゃないって思ってる人だってそりゃいると思うし、うん、確かに今選抜のメンバーがどうしてそこの位置に今立っているのかっていうことですよね。結局は逆を言えば、確かにね、どうしてこのメンバーが今選抜なのかってことですよね。要するに握手会、お話し会は確かに絶対それが一番、じゃああなたはあとどれくらい頑張れば、あとじゃあお話し会何部売れば選抜ですよとかさ、
本当に。本当にそう。あと公演何回出れば選抜ですとかさ。そういうのが分かんないからさ、難しいんですよね。マジックみたいについたり消えたり。選抜の野球のマジックか、何のマジックだって今思っちゃった。これまで見てきた中でビジュアルだけじゃないのは確か。でも分かんないですよ。まあ結局可愛いじゃん。てか AKB のメンバーって結局みんな可愛いからね。その中でもやっぱその選んでる方々の好みに合うビジュアルだったら、そう、とかさ、あとツイッターのフォロワー、TikTok のフォロワー1年間に何万人増やしたとか、そういうそういうなんか明確な、わかります。まあでもそれが分かっても難しいんですよね。でもう、もう選抜に入れる見込みがないならもう言ってほしい。そう、そっちの方が分かりましたって思えそう。言ってもらえた方が じゃあめっちゃ TikTok でバズってめっちゃ有名になってゴリゴリにもう、なんかもう世の中の JK みんな知ってますみたいな感じにじゃあなったとして、もうすごい、もうほんともう TikTok のフォロワーさんマジなんかめっちゃ人気の YouTuber さんぐらい同じぐらいですみたいな、そう、そういうなんていうんですかレベルぐらいのに、その全世界なんていうの、その社会的な知名度が上がったとして、もうヒカキンさんぐらいじゃあ有名になったとして、
そう。そしたらヒカキンさんちょっと行き過ぎか、ちょっとそれはもう老若男女知りすぎか、やばいか。ってなったら、じゃあどうだろう、誰ぐらいにしよう。そう、なんかそういう、もうそういうバズり方したら、じゃあ選抜に入れるんですかとか、でもお話し会はみたいな、なんかツンツンみたいな感じだったら、でも AKB にじゃあ貢献してるかって言ったら分かんないじゃないですか。そこに自分自身の個人の知名度は上がってるけどみたいな。何かでトップ目指したら、それがあればワンチャン入れるかも。ドボンでトップになったんですけど無理でした。なのでもう、はい。はい、ヒカキンさん並みだったら貢献度で、知名度で貢献してる。やだな、夜公演のこの最後の曲披露したらチームエイト活動休止なのか、めっちゃ嫌じゃん。ドボンだけじゃなくて他のことでも、だってじゃあ何かじゃないじゃんそれ、いっぱいじゃん。知名度はあくまでも個人だから、メディアの露出のいかに AKB を宣伝でき、でも AKB の仕事しかないもん私。はい、まあいいや、今これ考えても無駄だ。今はもうコンサートと公演のこと考えよう。時間ができたら、5月以降にしよう。無理、もう今頭いっぱいいっぱいなのに、自分で自分を追い込んでる今。考えることで絶対ダメ、間違ってる。一旦このコンサートとこの今日とあさっての公演のこと考えよう。
今考えて悲しい気持ちになって、間違えてる。でもこうやって気づけるようになった。今考えてもダメ、今じゃない。そこは進歩。やばい、どんどん字汚くなってる。やだ、綺麗に書きたい。今はチームエイトの夜コンサートの方のセットリストを書き出してます。あと5曲。結構夜と昼違うので、本当に。全然違いますよ。うん、全然違う。夜も昼もできんのかなって感じ。頭に入るかな。そうだから8はまた春コン3個覚える。やば。でもなんかもう3つもう普通になっちゃった。3つコンサート覚える。それこそさ、チームエイトがさ、ピアアリーナさ、なんかあれだった時、最後のさツアーファイナルだった時も、私ありがたいことに3つ出演させていただいて、 AKB の単独と峯岸さんの卒業コンサートと、このチームエイトの単独じゃないや、なんだ、ツアーファイナル、もともとは2つの予定だったんですよ。そう、多分皆さんにもね、あの発表された時は最初は単独コン出る予定なかったんですけど、あの後々出てほしいって言っていただいて、スカウトされまして、嬉しい。本当に嬉しかったけど、本当にしんどかったです。やばいと思いながら、なんかあの時さ48曲ノンストップみたいなあれとかで出たじゃないですか。だからもうやばくて、本当になんか何やってんだろうって、もうなんか次何の曲なんだろうとかもう考える間もなくて、もうなんか気づいたらクリック流れて、気づいたらイントロ鳴ってましたみたいな。そう感じだったので本当に、うん、でもやっぱなんか MC があっても、大体呼ばれるメンバーというか MC に出れるメンバーって限られてるじゃないですか。で、私そういうところの MC って出ることができないので、そういう MC とかが増えるんじゃなくて、そうやってパフォーマンスの面で私はそうやって出させていただけたっていうこともあったりとかしたので、なんかそれはすごく嬉しかったし、うん、そうですね。だから D さん、ハートありがとうございます。本当、ただこれまでの3公演って全部なんか、絶対これまで3公演経験してきたの、他には武道館チームのやつとリクアワと
あと AKB の普通にゆきりんさんのプロデュース撮ってあったんですけど、なんかリクアはもう出る曲数がほんと少なかったりとか、あとその峯岸さんのもう卒業コンサートもあんまりすごい多く出るって感じじゃなかったじゃないですか。でも今回8が2公演だから普通にもう出るんですよ、ちゃんとちゃんと出るんですよ。そうで普通にの単独コンサートみたいな春コンもなんか普通に出るのでなんかもう今何のなんか振り入れなのみたいな、そう本当にパニックです。頑張ります。でもあ違う、これ対比書いてないや、まだ完成してなかった。今何の振り入れやってんだろうみたいな気持ち毎日。本当にパニック。でも頑張るよ。経験したことあるやつで立ち位置変わった、結構ありますよ。経験したことあるやつで立ち位置変わるのとか、ちゃんとある。困ったです、困った、困ったちゃんです。もう本当に ここの位置変わったんですよね。変わったって聞きましたよ。え、こっちになったんですか？ちょっと待って、これ変わったよね。ちょっと聞かなきゃ。まあいいや、またちょっと今度先生来た時に聞きます。もう1時半、まだ時間はあるんですけど振り起こしをしよう。あ違う、これ書こうって言ったのもうやばい、パニックしてんのバレる、パニックになってんのバレる、やばいよ。でも今みんなこれ書いてたみんなやってた、これみんなではないけど、
いろんなメンバーがこれ書いてた、どのセットリストみたいな、どの公演に出てみたいな、どれやってどれやってどれやってみたいなみんなやってた、おもろかった。やっぱやるよねって話して、やんなきゃマジで覚えられない。ほんとなんかもうノリが JK なんですよね。うん、すごい。え、私この人のポジションだっけ、もともとこの曲違ったっけ。え、待って、新しく覚え直すやつもしかして。無理だよ、やめてよ。むしろやんないメンバー知りたい。わかんない、誰やってないんだろう。確かに、でも絶対いるって、やってない人。いやすごい、ほんと尊敬します、その方々。どこでセットリスト覚えてんだろうって感じ、あれ間違えた。なんかやったことないポジションなのにさ、黒にか黒で書かれてんのやめてほしいなんかやったことあるポジションは黒で書かれて、やったことないポジションは赤で書かれるんですよ。だいたいやったことないポジションなのに黒で書かないでほしい。やったことある曲は曲だけど、やったことないポジションだから黒で書かないで、やめて、無理だよ。ポジション変わると歌いも変わる。そうなんですよね、本当に。あとこの曲変わったし、立ち位置。やったことある曲なのに、なんかでもやったことある曲なのにポジション変わって、ポジションが上に行くならいいんですよ。やっぱもうモチベーションの問題そう、でも下に行くんだったらもうはっってなっちゃう、うん、全然覚えられないと言いつつ当日完璧なメンバーやもんだって。そりゃお金と時間いただいてますから、そりゃそうですよはい、そりゃそうですよ。当たり前じゃないですか、そういう仕事してるんです私たち。それで食べていっているんです本当に。
それだけで食べていってるわけじゃないけど、お父様お母様ありがとうって感じですけれども、本当に。でもまあそういうことですよね。みんながそれで生活しているように、その仕事で生活しているように、私たちはこれで生活しているので、生活これで生活まではできてないけど、お曲でやってる？もしや。もうそろ終わる？え、待って、セットリストと曲順変わってるんですけど、どっちが正しいですか？これどっちが正しいですか？教えてもらっていいですかね、すいません。どっちが正しいんですかね、立ち位置表と。うーん、わかんないからもういいや。やめよう。わかんない。困っちゃう。でも一曲二曲なんでいいです、もう。よし、書き終わった。何の曲と何の曲？あの曲とこの曲。みんなも知ってる曲だよ。多分。よし。書き終わりました。とりあえず。もうエイトコンの立ち位置のやつはもうなんか多すぎて今わかんない。もうパンパンなのでもうやめます。一旦私はこの後のレッスンに向けて振り起こしをします。やばい、今日公演とか信じられない。でもちゃんと昨日終わった後頑張った。ちゃんと終わった後、昨日レッスン終わった後、いやまだありがとうだけ B メロで、一番の B メロで終わっちゃった。もう無理だってなって、うん、だからありがとうだけちゃんと頑張るこの後。でもそれはもうメイク中に立ち位置覚えれる、てか覚えれるってか覚えてるから、え、ほんとびっくりするぐらい覚えてて、昨日あのレイちゃまとやってたんですけど、なんかびっくりするぐらい覚えてたんですよ。本当になんかすごいなと思いました。え、全くもう立ち位置表も見ずに、あの振り V も全く見ずに昨日の夜やったんですよ。そのなんていうんですか、事前にも見なかったし、その時も見なかったぐらい、もう本当に何もやらずに昨日レイちゃんまたやったら、レイちゃんはちゃんとあのちゃんとやってましたよ。
あの本当に久しぶりだったらしくて、るいちゃまはちゃんと起こしてましたよ。私はもう大丈夫いけると思って昨日の夜やってみたら意外とできて、全曲ありがとう、まあまだやってないけど、そうできるんだと思って、うん、なんかそれぐらい B 公演もいっぱい出てるってことですね。本当ありがたい、頑張ります。8公演も12日頑張ります。フルーツスノー雪が空から降ってくる、頑張るね。果実のような化粧をそのまま召し上がれ。思い出してあのボートハウス、頭の中でずっと思い出してあのボートハウス、スコールが。昨日あのその前に8公演もちょっとだけやったんですけど、もうオープニングは完璧でした。そうだからあとは中盤アンコールをユニットまだまだでも覚えたの、覚えはしたんだけどやっぱ不安がまだ残ってるっていうのがあって、そうだから頑張ります。もう今日明日はもう寝ないぐらいの勢いで頑張ります。はい、昨日はもうちょっと寝ちゃった、ちょっとダメだった。今日明日は寝ないぐらいの勢い。B 公演はマジで本当にご飯が食べれないから、寝なかったら人間って食欲とん食か、え、何でしたっけ、ご飯と睡眠と気持ち、どれかが足りてたらなんかやっていけるんですって人生そう、私はもうそれの中で睡眠を取りましたはい、睡眠、もうご飯はもうだってもう B 公演だから食べれないでしょ。もう気持ちはもうだって沈んだら沈んだだし、もう無理無理無理、うん、でもステージ立ってる間は元気いっぱいだから大丈夫でしょ。じゃあもう睡眠するしかないと思って、もう寝ようと思って昨日は寝ました。なのでこの後頑張りたいと思います。振り起こしだったり、12日の公演の練習だったり頑張って、10日今日のチーム B 公演も頑張ります。それでは終わります。多分レッスン場も空いたっぽいから頑張ります。じゃあ最後にランキング読みますね。ショールーム、よし行きます。1位 D さんアット作業配信みたいで懐かしさを感じた配信でした、よかったです作業配信ありがとう。2位ベベモンさんありがとう。3位アートアットピョンドさんありがとう。4位エボルターさんありがとう。5位チエンさんありがとう。6位ケンキザキさんありがとう。7位はじめましてさんありがとう。8位ショーちゃんアット7レンジャーさんありがとう。9位ハンドハンマーさんありがとう。10位ウェイさんありがとう。11位ケンにケンジさんありがとう。12位サンちゃんだよさんありがとう。13位マックミックさんありがとう。そして本日のラッキーと88位はカゴウォグさんありがとうございます。
ありがとうございます。ということで皆さん本日ありがとうございました。公演頑張ります。とりあえずまたなんかとりあえずまた頑張ります。そんでなんかとりあえず頑張ってまあとりあえず撮るだけ楽しみます。それができれば今日はよしということで皆さんぜひ本当に来てください。今日あとオンデマでも見てください。お待ちしてます。それではありがとうございました。またねバイバイ。楽しんでくる。ありがとう。バイバイ。またね。